ホズロー一世、ホズロー一世、カスラワイ、コスラオ、五百七十九年は、サーサーン・アサ、ペルシア帝国の第二十一代君主、シャーハーン・シャー・ザイ五百三十一年から五百七十九年、先代の息子、王族同士の内戦を収束させた父カワードの政策を受け継ぎ、メソポタミアをはじめ領土内の高地開発を行って、国力を増強させ、ソグド 特決、アフガニスタンなど中央アジア方面や、東ローマ帝国などへの対外遠征も、積極的に行った。サーサン朝時代の中期ペルシア語による表記では、NWSKLWBN、HWSLWKWTN、パーノサグルワーンユスロー、ハスローカワーダーン、カワードのコホスロー、不死なる魂を持つ者の,の意味とある。 テオファネス年代記などの東ローマ帝国側のギリシア語資料では、シグマロー・オメガ・イプシロン、コスローズ、イスラームの聖典クルアンや、年代記をはじめとする、アラビ語では、キズラ、近世ペルシア語では、カスロー、コスラオと呼ばれる。特に、イスラーム以降の近世ペルシア語やアラビア語の資料では、公正なるホスロー・アヌーシール・ワーン、カスロー・アヌーシール・ワーン、アディルと呼ばれ、 彼の知性にまつわる伝承は、歴代諸政権から、公正なる名君の模範とされた。ホスロー一世の尊称は、アラビア語で、アヌーシールワーン、アヌーシールワーン、ペルシア語ではさらにその家音として、ヌーシルラワーン、ヌーシーラワーンなどと呼ばれたが、これらは本来、中期ペルシア語でアノーシャグルワーン、パーノサグ、不死の不滅の、永遠のルワーン、レ魂コンの音舎である。 531年に即位する。この時代、サーサーアン・アサは相次ぐ、対外戦争などで国内が荒廃して、衰退の兆しを見せていたため、ホスロー一世は、この再建に取り掛かった。まず、土地大帳を作成して、町税を整備、強化した。さらに、バビロニア地方に、大々的な大運河の建設、修復を行った。また、サーサーアン・アサは、 東西交通の要衝にあったが、ホスロー一世はこれに目をつけた。交通路や都市を整備し、交易による繁栄をもたらしたのである。また、宗教においては、父の代から社会不安を増長していた、新興宗教のマズダク教を徹底的に弾圧して根絶させた。自らは、ゾロアスター教徒であったが、異教徒であるキリスト教徒などに対しては、寛容な態度で臨み、 国内の安定に努めている。対外面においては、東ローマ帝国のユスティニアヌス一世、大帝と戦い、562年にアンティオキアで東ローマ帝国軍を破って優位に立ち、自国有利の和平条約を締結した。エフタルとの戦いでは、557年に特決西面のシス密と共同でに勝利し、さらに567年には、 タクトリア地方まで勢力を拡大。570年には、イエメン地方、アラビア南部に勢力を拡大し、当時ここを支配していたエチオピア人を追い払った。その後、通称を求める、出展密からの使者を、ホスロー一世が殺害したことから、両国関係が悪化し、で、特決の立ちカガンと、東ローマ帝国のマウリティウスに、攻撃、588年、され、 579年の自身の死後もサーサーアーガーサを孤立させ、国力を消耗した末にイスラーム教徒のペルシア征服で滅亡する原因、作った。ホスロー一世は文化面でも功績を残した。ホスロー一世自身が教養に引い出た文化人だったこともあり、様々な国から書物、文芸品などを多く取り入れてイラン文化に東西文化を融合させた。 独特のペルシア文化を築き上げた。東ローマ帝国のユスティニアヌスがアカデミアを閉鎖した際、東ローマ帝国から流出したギリシア知識人を保護したり、イラン南西部のジュンディー・シャープールに研究所を設置し、古代ギリシアの学術をシリア語に翻訳させたことも、古代に大きな影響を与えた。ホセロー一世の時代、金や銀、ガラスでできた。 工芸品や岩に掘られた壁画などが大いに栄えた。そして、その優れた工芸品が欧州や中国に輸出され、世界各国に大きな影響を与えた。日本においても、焦燥インフォームツなどにサーサーアンアサの影響を受けた工芸品がある。579年にホスロー一世は死去した。この時代のサーサーアンアサは黄金時代と称されている。 その時代の繁栄を示すものとして、大英博物館に純金で作られたホスロー一世の皿がある。しかし、ホスロー一世の死後、サーサーアンアサは内乱と東ローマとの交想で疲弊、衰退してゆく。ホスロー一世は哲学と知識の重要なパトロンとして知られた。飲み出しにはこう書かれている、ユスティニアヌス大帝が529年にアカデミエアを 閉鎖した際それによって生じた亡命者をホスロー一世が自国に受け入れた。彼はインドの哲学、科学、数学、医学に大いに関心を抱いた。そのためインドの宮廷に大使団と神没を何度も送り、それと引き換えに哲学者を派遣してペルシアで教授に当たらせるよう願い出た。ホスローによってギリシア語、サンスクリット、 シリア語の原点から中世ペルシア語への多数の翻訳がなされた。ホセロー一世はプラトンの哲学に関心を持っていたためにギリシアの難民たちを辞に受け入れ、それによって彼らから鉄人王の異名を贈られることになった。ギリシア、ペルシア、インド、アルメニアの伝統的な学問がササン朝時代に統合された。この統合の結果として、 ビーマーレスターンの名で知られる、病理学に基づいて隔離するという概念を紹介した、最初の病院が生まれた。ギリシアの薬理学が、イランやインドの伝統的な医術と融合し、医学が顕著に発展した。歴史家のリチャード・フライによれば、このように大量の知識が流入することで、ホスローの知性からそれ以降にかけて、ルネサンスが起こったという。チスやバックギャモンといった、 私的遊戯によってホスローとインドの大王との外交関係が証明され、また祝福された。インドの王のワズイールがホスローに対する楽しい遊び心のある挑戦としてチェスを発明した。このゲームは以下の手紙とともにイランに送られた陛下におかれましては王の王という称号を帯びていらっしゃるのですから、私どもの上に君臨するという陛下の皇帝としての地位によって あなたの国の賢者は、私どもの国のものより賢いことが示されるのでしょう。このチェスゲームの説明を、私どもへ、お送りになるか、私どもに収益と捧げ物を送るか。ホズローの大宰相はこの謎を解くことに成功し、チェスの遊び方を理解した。応答としてこの賢い宰相はバックギャモンを作り出し、送られたのと同じ手紙とともに、インドの宮廷に送った。 インドの王はこの謎を解くことができず、蜜ぎ物を送らなければいけなくなった。ホスロー一世は、ジュンディシャープール氏にあったお創建、もしくは大いに発展させたことで知られている。ペルシアでの非宗教的な学問、研究の発展について、先行王朝の系統には歴史的証拠が見つかっているが、それとは別に、ササン朝支配の初期にはすでに体系的な活動が、 なされていたという報告がある。中世ペルシア語で書かれた百科事典デエンカルドには、シャープール一世の知性に、この書の記述が集められて、アベスターに加えられたことが記されている。また、三世紀のササン長初期の宮廷における旺盛な、施策、議論がこれらの記述に反映されているという。ジュンディ・シャープール学院が創建されたことで、哲学、医学、自然学、死学、 修辞学、天文学がペルシアの宮廷に紹介された。いくつかの歴史家の記述によれば、この著名な学術の中心地はギリシアからやってきた亡命者たちに彼らの学問を研究し共有する場を与えるために創建された。ジュンディ・シャープール学院はペルシアとアラムの伝統に加えてギリシアとインドの科学が混じり合う焦点となった。ジュンディ・シャープール学院によって紹介された コスモポリタンの概念近代の研究の触媒となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。